沖縄県名護市に本社を置き、バス事業を営む、バス会社である。工述するように一時期、貸切専業となっていたが、沖縄エアポートシャトル運行開始に伴い、乗り合いバス事業を再開。過去には、名護市で2002年12月から3ヶ月間実施した、デマンドバスを運行していたほか、琉球バス交通、沖縄バス、那覇バス、東洋バスともに、 なは空港リムジンバスを運行していた。女性の運転手と男性のバスガイドのコンビのいる、会社として新聞に取り上げられたことがある。以下の路線はすべて運行終了しており、乗り合いバス事業の許可も消滅している。初の女性運転手、男性ガイドと、名コンビ、北部観光バス琉球新報、2000年10月18日、貸し切りバス事業で3社に免許琉球新報。 1997年12月19日、AB 平成16年度運輸用欄一般乗り合い、一般貸し切り旅客自動車運送事業一覧表、内閣府沖縄総合事務局運輸部、P181 名号で、デマンドバス実証実験開始琉球新報。 2002年12月24日 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 7 1 1 1 7 0 6 4 9 0 8 h t t p w w w h o k u b u k a n k o u b u s c o m s h u t t l e b u s i n d e x x.html 北部観光バスによる案内。ありがとうございます。